総合格闘家、青木真也、40、が自身も出場する28日の格闘技大会ワンチャンピオンシップ日本大会、ワン165、スーパーレック VS 穂高、東京、有明アリーナ、ABEMAPPV オンラインライブで国内独占生中継、への思いを発信した。9日、ABEMA 格闘チャンネル公式 YouTube インタビュー動画が公開された。同大会でライト QMMA、 5分 3R ルールで政治ノースカットと対戦する青木は、タケルの世界戦についても言及。もともとのタケルの対戦相手だったロッタン・ジットム・アンノンが練習で左腕を負傷して欠場となり、代わりにスーパーレックキアトム王級とワンフライ級キックボクシング世界タイトル戦を戦うことになったことについて、相性って意味では一番悪いんじゃないですかと話した。その理由をだだっってロッタンだったら 打ち合うっていうガチャが回るけど、スーパーレックは打ち合うっていうガチャが回らない可能性が高いですからね。完封されるんじゃないですかね、と説明した。タケルの相手がスーパーレックに代わってタイトル戦になったことも含めて競技というもので言うとそれ以上か同等だと思うんですけど、格闘技はそういうもんじゃないじゃないですか。だからまあちょっとタケルは 意気消沈のところはあるんじゃないですか、と心中を押し量った。自身は今年10月に行われた、ワンファイトナイト15で、でマイキー娘氏との無差別級サブミッショングラップリングマッチで敗北を喫し、今後の進退にも注目が集まっている。大会まで3週間を切り、現在のコンディションを聞かれると、僕は怪我なくむしろ好調。年末年始で仕事が減りつつ、 良くも悪くも練習する以外の仕事がほぼないので、今のところコンディションはいいですよね。コンディション良好です。おかげさまで、と調子の良さをアピールした。また、今回の試合に関し、自分はアテンションを得る役割じゃないから、今回は、彼、タケルですからね、と話し、試合後についても、別に何も変わらないですよ。またやっていきますよ、気が向いたら、 自分の好きなようにやります。と、四十ひょうひょうと語った。